next up from Osaka, Japan, Moika Yoshihata。萌花選手のファンドレイジング、リンゴルフの視聴者の方々で萌花選手を応援したいなと思っている方はぜひぜひぜひご賛同いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、7時間ぐらい運転してやっとホテル着いて、今日はパネラでまたパネラやねんけど、お気に入りのサラダとスープを、もう今日初めての食事で夜ご飯になっちゃったんですけど、7時間ストレートで運転しました。7時間じゃない、8時間かわかんないけどって感じです。これを食べて、今日早く寝て明日朝早く出かけるんで、出かけるじゃなくてゴルフ場に行くんで、これ食べてしっかり休みたいと思います。それではさよなら。はい、今朝の5時14分なんですけど、今からゴルフ場に向かいたいと思います。あと6時間半ぐらいですね。頑張ります。はい、今練習ラウンド終わって6時ぐらいです。今週は、中国の友達と一緒にそのゴルフ場の横にあるカジノホテルをシェアしてます。こんな感じで、マジ生活感やばいけど、こんな感じです。今私はトマト食べてる。こんな感じです。はい、今日の昼ご飯です。今日は朝から練習ラウンドしてきて、このうどんを食べます。私は今 YouTube を見てます。これ食べ終わってちょっと昼寝したらまた練習に行ってきます。今週は朝ごはんがカジノで食べれて、この無料のチケットもらったので今から買いに行きたいと思います。はい、オムレツとパンケーキをテイクアウトしてきました。これが私の朝ごはんと昼ごはん、いつも朝ごはんと昼ごはん一緒に食べちゃうんですけど、の朝昼兼用のご飯です。ではいただきます。めっちゃでかいです。私の顔ぐらいあるパンケーキ。ではいただきます。はい、試合後のランチです。チーズケーキとバーベキューチキンサンドイッチを頼みました。これ食べてまた練習に行ってきます。はい、今日の朝ごはん兼昼ごはんです。私いつもフルーツを食べないと満足できないんで、フルーツを食べてからこれを食べていこうと思います。はい、おはようございます。今朝の6時なんですけど、今から15時間半運転して家に帰りたいと思います。初めて16時間運転するんですけど、まあとりあえず頑張ってみます。ではさよなら。はい、9時間ぐらいストレートで運転して、今サービスエリアのところでお昼ご飯を食べます。あと5時間半ぐらい運転です。
疲れ様です。今日はミシガンでの試合が終わって、もう家に帰ってきて、結構忙しくて動画のを撮る時間がなくてバタバタしてたんですけど、時間ができたんでってことで動画を撮ろうと思います。結構もう試合が終わったのが2週間ぐらい前になっちゃったんで、試合の反省は多分してないから、インディアナの試合じゃなくて何だっけ、ミシガンは結構好きなコースだったんですけど、なんかうまくパターが今回は結構パーオン率はすごい高かったんですけど、パターがあまりうまく決めれなくて、それで結構伸ばし合いのコースなんでスコア作れなかったって感じですかね。でなんか自分の中で結構なんか前までやったら、前までって去年までやったら別にボギー打っても、結構私ボギー多かったんですけど、ボギー打っても、まあ、バーディーで取り返せるしって感じでそんな焦ってなかったんですけど、なんか今年に入ってやっぱりなんかすっごい流れが悪い中で1個ボギー打ったらすっごいなんかもうもやらかしたみたいな感じで、すごいなんていうの、自分の中で焦りみたいな、その試合で1個ボギー打っただけでなんか結構焦りみたいなのが出てきちゃってって感じで、うまくなんかゲームをなんか作っていくってことができてないって感じですかね。でやっぱりなんかパーオン率もなんか去年と比べたらすごい悪くなってて、まあ自分的にもなんか確かになんかプレーしてる中ですごいバーディーチャンスってか、グリーンには乗るけどバーディーチャンスって言えるなんかそのパターを打ててないなっていうのがすごくあって、でスイングとかも確認して自分の感覚とかもそんなに悪くないんですけど、なんかこれっていう確信できるものがなくてって感じですごい困ってます。で今の現状で言ったらもう半分のエプソンの試合が終わったんですけど、ランキング的には今148位で、あと4試合でトップ125に入ったらファースト QT が免除になるっていうそのオプションがあって、今はとりあえずそれ狙いでやってます。で私が考えてるのはすごいコーチともすごい話して、いろいろ考えて、私自身は別に日本に帰るみたいな感じの選択肢はもうほんと全然なかったんですよね。今年は普通に QT 終わるまではこっちにおろうと思っとったんですけど、ちょうどビザが降りたっていうタイミングもあるし、なんかここ4ヶ月間ずっと自分でこう良くなるように試行錯誤をしてやってきたけど、なかなかうまくいかんくて、まあ、自分自身もなんか自分の力では結構もう厳しいかなっていうのがあって、私自身自分で考えてスイングをなんか作ってきたっていうタイプじゃなくて、コーチに見てもらってなんていうの、こう自分は言われたことをやってるだけみたいな感じだったんで、その自分のスイングに何が起きてるかっていうのがその 100% 分かりきってなくて、やっぱり人に見てもらった方がなんていうの、自分で気づかへんとことかも気づける、アドバイスもらえたりする時もあるしっていうことで、コーチと相談してもしこの4試合でその125位をクリアしたら、セカンド QT は10月なんで結構まだ時間が2ヶ月ぐらいあるんですよね。で、一応今年は日本のステップアップに出れる、ステータス権利はなんかあるので、その秋の試合に出れるかどうかとかランキングは全然私分かんないんですけど、まだだからなんか私が考えてるのは9月に1ヶ月間セカンド QT までの間もうエプソンはやめてコーチに1回見てもらってってやって、日本の試合出ながらこう調整していってっていう風にスケジュール組んでいこうかなっていうのは思ってます。まあその4試合その125位に入れたらいいんですけど、もしそれが入らへんかったらエプソンツアーが終了時に125位に入ってるったらセカンド QT からっていうオプションもあるんですよ。でファースト QT を受けるか悩んだんですけど、ファースト QT 受けるってなったらそれだけで60万以上もう出費しないとダメで、その余裕が今正直全然なくて、なんかそれ
まあ、エプソンで125位に入られへんやったら、そのなんていうんやろな、受けてもいいんやけど、まあ、自分自身なんかそんな、なんていうんやろ、なんか難しいですけど、とりあえずファースト QT を受けるっていうなんかあれはなく、考えは自分の中になくて、まあ、とりあえずエプソンの中でやっていく狙いってことです。それでも無理やったら、もう無理ってことなんで、日本におとなしく帰ろうと思いますって感じで、とりあえず今の今後の予定は私はそういう風に考えてます。で、そうですね、まあ、なんか今年の始まるまでに結構決めとった目標が、確かに去年よりそのマネーランキングでエプソンを終えるってこともあったけど、まあ、最終的な目標は来年の LPGA のステータスをこうゲットするっていうことやったから、まあ、そのチャンスがまだなくなったわけじゃ全然ないんで、とりあえずなんていうの、そのやっぱセカンドにまだ出れるか分かんないですけど、セカンド QT とか QT はすっごいなん厳しいんで、なんかちょっと調子悪いかもみたいな、こう微妙な感じで受けても絶対なんか通るようなものじゃないしって思って、それまでにいろいろ自分の中で固めていかないといけないってことで、なんか去年まではすごいアメリカと日本は芝とかそういうマネジメントが違うから、なんかそれに慣れていくみたいな面もあったんですよね。まあ、それで去年は結局 QT 受けれんくて、全然自分がどれだけこのアメリカに対応できてんのかとかも正直全然その比べるものがなくて、で今年は私は日本でプレーしてないから、もう日本の芝がどんなやったかとか覚えてないんですけど、まあ、アメリカで、あ、もう私この芝初めて見たみたいな、どうやって打ったらいいんやろみたいなものはもうだいぶなくて、そうですね、あとはどういう風にゴルフをしていくかっていうだけなんで、まあ、去年は別に満足いく結果じゃなかったけど悪くもなかったから、そういう今年はすごいなんていうやろ、そのアメリカに対応できてないっていうよりは自分のゴルフにすごい苦戦してるっていうのもあって、そうですね、でこっちには日本人の友達がいなくて、普段は日本語喋る機会とか全然なくてって感じで、英語でほぼやっていくって感じなんですけど、まあ、それに対してのストレスはあんまりないけど、まあ、日本の友達がおらんっていうのも結構しんどいかなと思います。なんか普通にこの言葉が喋られへんからとかそういうのじゃなくて、なんかやっぱりなんかあの文化が違うから、この感覚が全然違うんですよね。なんかその海外の人のいいとこもあるけど、やっぱり私はずっと日本で20歳過ぎて過ぎるまで過ぎてからももうなんか暮らしてたから、もう完全な日本人なんですよね。私はもう全然海外の考えとかなくて、なんかその来た当初はすごい新鮮味があったから、すごいなんていうやろ、このいいとこいいとこってばっかりやったんやけど、なんかもう2年目になったらもうなんか結構そのアメリカの手続きのなんか適当さとか、結構この前とかレンタカー借りて普通に予約した時は500ドルぐらいだったのに、いきなりなんかチェックアウトする時にもう1000ドルぐらいになっとって、それでおかしくないみたいな感じで、私そういうの結構チェックしてるんですよね、信じてないから。でチェックして、それで言ったら結局なんか向こうが勝手にチャージしとってみたいな感じで、すごいなんかなんていうの、もうほんま適当なんですよとか結構あって、やっぱり自分でいちいちこうチェックしてやっていかないと、すごいなんか信用できないっていうのもあって、なんかそういうのもめんどくさいなと思っとってなんか普通私すっごいめんどくさがりなんで、めんどくさと思って、で結局なんか免許更新とかなったれも、そのビザの免許じゃなくてビザの更新で、私のビザが切れんのが6月やったから、それまでに出国しやなあかんのかどうなのかっていうので、すっごいこうメール送ってんのに全然返してけんくて、結局それ電話しても出やんくて、こう留守電とかも残してんのにもう全然対応してくんなくて、で結局その事務所に電話かけて全然対応してくれないんですけどみたいな感じで言ったら、結局その私の担当の人が来て、でなんか私はメールしたみたいな、あなたがなんか返信せえへんかったみたいに言われて、してないやんみたいになって、
でなんか普通にうざいなと思っとって、ですっごいなんていう高いお金払ってるから100万ぐらい払ってるんですよ。だから普通にちゃんと仕事しろやと思ってっていうのが普通にめっちゃ愚痴なんですけどとか思ったりとか結構あって、まあ結局ビザは取れたからもう別にいいんですけどって感じで、すっごいなんかとりあえずなんかなんていうのかな、まあそういう面ではちょっとアメリカはめんどくさいなと思います。なんかめっちゃ段取り悪いです。なんか普通に私は結構時間とかすっごいキチキチしたい人なんで、なんかそういうなんかダラダラされるの嫌なんで、なんかそういうのはなんかほんまになんかだるいなと思ってますって感じで、まあ、そんな感じなんですけど、まあでもなんかアメリカの LPGA でプレーしたいっていう気持ちが自分の中で強くて、なんか今の現状ではすごいなんかアメリカで生活していくのもめっちゃ厳しい、やっぱ金銭的にもすごい厳しい面があるんですけど、まあここはなんかそういう時期やと思って諦めずにやっていきたいと思います。まあ、日本に一旦帰ることは自分にとって多分いいきっかけになると思うし、なんかそのコーチにやっぱ見てもらってっていうのはすごいなんていうのこう助けになると思うんで、なんかそれで今後は残り4試合はやっていこうと思いますって感じですかね。もう先々週はもうほんまに疲れて16時間片道運転して往復32時間で、で結局そう32時間かけてやったけど結局20万ぐらい使って予選も落ちてって、もうほんま何もいいことなくてすっごい疲れたし、なんかたまにすごい思うのが、私一緒に生活してる人が全くゴルファーじゃないんですけど普通に働いてるんですけど、なんか普通に11日10時間とか働いてめっちゃ大変やと思うけど、まあ、絶対給料もらえるじゃないですか普通になんかせえへん限り。でもやっぱりなんかプロのなんかスポーツって別に頑張ったからってその給料とかもらえるもんじゃないじゃないですか。だから私いつもめっちゃ思うのが、なんか練習とか1日8時間ぐらいやってるけど、別になんかそれでお金がもらえるっていう保証が何もないわけですよ。だからなんかそう考えたらやばと思って、なんか普通にだって8時間働いてめっちゃしんどいことやったとしてもお金もらえるって分かっとったら、まあその目的のためにまあ別に我慢できるけど、なんかそのプロゴルファーの人ってなんか普通にその練習してからってお金もらえるわけじゃないから、職業的にすっごいなんか厳しいなっていうのが、なんか日本におった時はプロアマとかすっごいたくさんあって、それはプレイしたらお金もらえるっていうのだったんで全然そういうの気づかなかったんですけど、まあアメリカってそういうのがないんで、あるんか知らんけど、まあそんな日本みたいな高額じゃないしそんなたくさんないんで、エプソンのプロアマもボランティアしてる私たちって感じで、なんかすごいなんか道を選んでしまったなっていうのはありますね。まあその上手くなればいいだけの話なんですけど、まあそういうのがやばーと思ってますって感じで、まあ今後の予定はそんな感じです。でもまああと4試合あるから、もうまああと4試合でなんとかみたいな感じじゃなくて、普通に自分の練習してきたことをうまく試合で出したらいいなって思ってます。結構なんかこう私はすごい頑張らなって思うタイプなんですけど空回りしちゃうんで、そんなに気負わないでやっていこうと思いますっていう感じで、今日は終わりたいと思います。それではさようなら。